尖閣諸島は中国の領土だね。世界の皆さんもそう思うでしょう。尖閣諸島は自国のものだとダダをこねる中国に世界中が呆れ果てています。沖縄県石垣市に所在し、魚釣島をはじめとする数々の島からなる尖閣諸島。沖縄本島より西に約 410km の地点に位置するこの島々は、1895年に日本領に編入され、最盛期には200人以上の日本人が移住していました。それ以来、尖閣諸島はずっと日本の領土であるにもかかわらず、突然、尖閣諸島は我々のものだと主張し始めたのがお隣の国、中国。鼻息荒く尖閣諸島の占有権を要求する中国を見て、なぜ中国はそんなに尖閣諸島を欲しがっているの？と疑問に思った人も多いはず。どうやら尖閣諸島の近くには大量の油田が存在すると言われているのが理由のようです。今までは特に欲しくもなかったけれど、油田があると知った途端欲しくなってきちゃったというわけですね。そんな中国のわがままに日本がうんざりしている中、インドのテレビ番組でも尖閣諸島をめぐる日本と中国の問題が取り上げられました。すると、インドだけでなく他の国々のメディアも、尖閣諸島は明らかに日本の領土だと結論付けたのです。まるで人のおもちゃを横取りしたがる子供のような中国の主張は、あっさりと世界中から却下されてしまったわけですね。今回は日本と中国の尖閣諸島をめぐる問題と、それがインドのテレビ番組で取り上げられた結果、世界からどのような反応があったのかを深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。皆さんの中にも尖閣諸島問題というワードを耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島が日本固有の領土であるにもかかわらず、中国が尖閣諸島は我々のものだと主張している問題です。時々メディアで取り上げられることもあり、なんだか根強い問題のように感じてしまいがちな尖閣諸島問題ですが、中国が尖閣諸島の所有権を主張し始めたのは、実は1970年代に入ってから。え、そんなに最近の話なの？といった感じですよね。それに対して日本では1800年代から尖閣諸島の存在が知られ、自分たちの生活圏であると認識されてきました。厳密に言えば、当時から尖閣諸島を生活圏としていたのは琉球王国、現在の沖縄県の人々。彼らは古くから尖閣諸島と沖縄は一体であると考えていました。1819年には尖閣諸島をなす島々の一つである魚釣島に公務中の琉球王族が訪れ、飲水の調査も行っているんです。そして1879年、琉球処分と沖縄県設置により、琉球王国は沖縄県として日本の一部に。1885年には尖閣諸島が日本の領土であることを示す国標を立てようと、沖縄県が明治政府に伺いを立てました。このように日本では早い段階から尖閣諸島の所有権を獲得しようとする動きがあったんですね。当時から清国、現在の中国も尖閣諸島の存在を認知はしていたものの、すでに沖縄の人々が周辺の海を漁場として開拓していました。沖縄県からの2度の申し出を経て、1895年日本政府は無主地宣戦という国際法の原則に基づき、尖閣諸島を正式に日本領として編入したのです。無主地宣戦とは、どの国の領土でもない地域をある国が意思を持って自国の領土に編入することを指します。つまり、まだどの国の領土でもなかった尖閣諸島を日本がいち早く領土に編入したということ。すでに中国の領土だった尖閣諸島を日本が勝手に乗っ取ったという事実があるなら、
中国の言い分が認められる可能性は十分あったでしょう。しかし、実際の日本の姿勢は真逆。尖閣諸島が中国や他の国の支配を受けた形跡がないかどうかをじっくり調査し、100% どの国の支配も受けていないという確信を得た上で、日本の領土に編入したんです。だから、沖縄県からの一度目の申し出を受けてから、尖閣諸島を正式に日本領とするまでに10年間もの時間を要したわけですね。日本領への編入後、政府の許可のもと、多くの日本人が尖閣諸島に移住しました。最盛期には、尖閣諸島で暮らす日本人は200人以上に上り、鰹節や羽毛の製造が盛んに行われていたという歴史もあります。そして現在も日本は警備や取り締まりを行い、尖閣諸島を国有地としてきちんと管理しているんです。しかも尖閣諸島が日本の領土となった1895年から1970年までのおよそ75年間、中国は尖閣諸島が日本領であることに一度も異議を唱えたことはありませんでした。それどころか中国共産党の機関紙や中国の地図の中でも尖閣諸島は日本の領土として扱われていたんです。しかし1970年代になって、中国は突然、尖閣諸島は我々のものだと主張し始めました。きっかけは東シナ海に石油が埋蔵されている可能性があると判明したこと。しかも埋蔵されている石油の量はイラクの埋蔵量に匹敵する1095億バレルに上る可能性もあるんです。イラクが石油の輸出量世界第2位の石油大国であることを考えれば、いかに膨大な量であるかがわかりますよね。ここで問題なのは、尖閣諸島が東シナ海の南西部に位置しているということ。尖閣諸島を中国の領土にすれば、東シナ海に眠る石油を利用して莫大な利益を得られる可能性もあるわけです。つまり中国は、今まで尖閣諸島のことはどうでもよかったけど、周りの海で石油が取れるかもしれないから、やっぱり欲しいとダダをこねているってこと。いやいや、これは子供同士のおもちゃの取り合いじゃなくて、れっきとした国際問題なんですけど、と呆れてしまいますね。なんとか尖閣諸島を手に入れたい中国は、尖閣諸島が中国のものであるという根拠を必死に並べ立て始めました。その根拠の一つが、尖閣諸島は台湾のものであり、台湾は中国のもの、つまり尖閣諸島は中国の領土なのだというもの。いや、そもそも尖閣諸島が台湾のものだという明確な根拠がないんだけど、と突っ込みたくなってしまいますね。中国が主張した根拠の中には、さらに突っ込みを入れてしまいたくなるものも。それは、尖閣諸島を最初に見つけたのは中国だし、尖閣諸島を目印にして航海をしていたと古文書にも書かれている。つまり尖閣諸島は中国の領土というもの。いやいや、見つけたり航海の目印にしただけでは領土にできないし、日本はきちんとした手続きを踏んで尖閣諸島を領土に編入したわけで、なんだか中国の主張を聞けば聞くほど、おもちゃを横取りしたくてダダをこねている子供のようですよね。それに対する日本の態度は毅然としたもので、尖閣諸島は日本固有の領土であり、解決しなければならない領土権の問題はそもそも存在しないとバッサリ。尖閣諸島問題なんて名称までつけて騒がれているけれど、そもそもそんな問題は存在しませんよというスタンスなわけです。そこまでバッサリと切り捨てられてしまうと、それ以上ダダをこねるのがなんだか恥ずかしくなってしまいそうですよね。突如として尖閣諸島の所有権を主張し始めたものの、日本には東シナ海の油田が目的なのは明らかと、あっさりその主張を却下されてしまった中国。ここまでお話ししてきた、いわゆる尖閣諸島問題が、インドのテレビ番組でも取り上げられました。なぜ日本と中国の問題である尖閣諸島問題がインドのメディアで取り上げられたのでしょうか。実は中国とインドの間には
中印国境問題という未だ解決できていない問題があるんです。かつて中国とインドは友好関係を築いていたのですが、1957年頃からヒマラヤ山中の国境をめぐって関係が緊迫するようになりました。そして1959年、中国に併合されていたチベットが独立を目指して反乱を起こしたものの、中国軍に鎮圧されてしまいます。その際、反乱の中心人物であったダライラマ14世がインドに亡命。インドがダライラマ14世とチベットの保護を表明したことにより、インドと中国の対立は決定的なものになってしまったのです。そして1962年10月、中国が国境で軍事行動を開始し、インドも国を守るべく応戦。中印国境紛争の始まりです。祖国防衛のためと懸命に戦ったインド軍ですが、中国軍に圧倒されて苦境に立たされてしまいます。そして中国軍が停戦を表明したことにより、インドが不利な状況に立たされたまま、中印国境紛争は終わりを迎えます。戦争開始とともに断絶していた国交は1976年にようやく再開したものの、中国とインドの国境問題は未だに未解決のまま。つまりインドにとって中国は表面上は仲良くしているけど、またいつ対立関係に戻ってしまうかわからない国ってわけですね。それに比べて日本とインドは頻繁に合同軍事演習を行ったり、両国の首脳が互いに訪問し合ったりと、その関係は安定しています。2023年3月に行われた日印首脳会談も記憶に新しいですよね。インドを訪問した岸田文雄総理大臣にナレンドラ・モディ首相が菩提樹の苗木をプレゼントするなど、会談は終始和やかなものでした。日本との友好関係も尖閣諸島問題における中国への批判的な姿勢に拍車をかけたのでしょう。自分たちにとってわだかまりの残る相手である中国が日本に尖閣諸島のことでちょっかいをかけていると知り、インドも黙って見ているわけにはいかなかったんですね。その結果、尖閣諸島問題をメディアで取り上げ、中国の態度を厳しく批判することとなったのです。インドのメディアは、中国は様々な国との領土問題を抱えていて、それらすべてを二国間で解決しようとしていると指摘。その上で、尖閣諸島やその他の領土問題を解決するには、同じ問題を抱える国々が一致団結し、中国に立ち向かうべきだと主張しました。さらに、日本への挑発やインドとの軍事衝突、チベットなどに関する内政問題など、中国を取り巻く問題を列挙。中国のリーダーはこれらを一つずつ相手にできると思っているが、そう思い通りにはならないぞと中国を牽制したのです。なかなか大胆な内容じゃないですか。日本とインドだけでなく、世界が一丸となって中国に立ち向かうべきだと宣言したインド。インドの尖閣諸島問題に向ける熱い眼差しが感じられますが、もう少し冷静な目線で尖閣諸島問題を見つめている国があります。それは文化的にも政治的にも日本と親密な関係にあるミャンマー。かつてビルマという国名だったミャンマーは、ビルマの盾言やアーロン収容所などの文学作品で、日本でも広くその名を知られています。近年はミャンマーに進出する日本企業も増加していて、経済的なつながりも強いものになってきているんです。ミャンマー人の中には、尖閣諸島問題に関しては日本の主張が正しいと考えている人もいますが、インドと比べると尖閣諸島問題への関心はまずまず。ミャンマーでは日本の中古車輸入や大臣訪問の記事が新聞のトップを飾ることもあるのに、なぜ尖閣諸島問題は大きく取り上げられないのでしょうか。一言で言えば、取り上げるほどの問題でもないということでしょう。ミャンマーが尖閣諸島問題に向ける視線は、尖閣諸島に解決すべき領土問題はないという日本政府の考え方に最も近いと言えるかもしれませんね。では、他の国の人々は尖閣諸島をめぐる日本と中国の主張をどう思っているのでしょうか。
尖閣諸島問題に対して世界中からコメントが届いています。もし中国との戦争が起こったらみんな日本側につくよ。インドもアメリカもオーストラリアもベトナムも。歴史的には尖閣諸島はずっと日本の領土なんだけどな。もはや中国の主張が全部ネタに聞こえる。日本がインドに協力すれば間違いなく中国の勢いは衰えるだろうね。日本の主権を支持するよう、中国との問題を抱えている国はたくさんあるからね。日本よ、頑張ってくれ。味方はたくさんいるよ。アメリカより敬意を込めて。世界の人々から中国の主張に呆れる声が聞こえてきますね。そしてそれ以上に、日本の味方をする声や尖閣諸島における日本の主権を支持する声が多いですよね。インドやミャンマーの例を見ても分かる通り、世界の人々が尖閣諸島問題に向ける熱量は様々です。私たち日本人だって常に世界中の外交問題を熱心にチェックしているわけではありませんから、それも当然ですよね。しかし熱量に差はあれど、世界の人々がこぞって日本の味方をしてくれているなんて心強いと思いませんか？それと同時に、中国との良好な関係を築くことが日本にとって重要な課題の一つであることも事実。尖閣諸島問題については、これまで通り毅然とした態度を貫きつつ、中国とも安定した関係を築ける日が来ることを願うばかりです。よかったら、コメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。